どうもこんにちは、速稼塾の久保です。今回は貧乏暇なしというね、この昔から語り継がれているキーワードでナミさんの方から動画の方をいただきました。で、ナミさんの動画を拝見しながら私思い出したことがあるんですよね。まあ、それは、まあ、2年か3年ぐらい前のことだったんですけども、ちょうどですね、全国民に一律給付金が10万円を配られて、その2回目があるんじゃないかなっていうふうに言われた時に、まあ生活保護の方がね、それから母子家庭の方がよく私の動画を見てくださって、でコメントだとかね、メールをくださるようになったんですよ。その中の何名かの方と結構その頃はね、頻繁にやり取りしていて、まあ私は母子家庭で一生懸命働いてるんだけども、なかなか子供を見てあげることができないんです。で、子供は小学校の3年生とあと5年生とね、男の子と女の子がいてっていうことだったんですよね。まあ、それで生活背景を見ていると、確かにその母子家庭の方っていうのはお母さん1人とお子さん2人でね、それ一生懸命お母さん働かないと子供小学校行かしてあげられないし、これから中学校も控えてますんでね、いろいろと部活だとか塾だとか、それからお小遣いも欲しいだろうし、お金がかかる時期っていうことで、ものすごく一生懸命働いてらっしゃったんですよ。で、私にいただいた相談っていうのがまさにね、貧乏暇なしで、私は働きに行けば子供たちと一緒に過ごす時間がないから、子供たちが一体ね、何をやってるのか分かんなくって、これからどんどん思春期に入ってきて心が離れていって、で、お母さんはいつも家にいてくれないじゃないかとかね、そういう風になるんじゃないかなと思って、ずっと心配なんだけど、久保さん、いい方法はないのっていう風にご相談いただいたんですよ。で、その中で私はね、 IT のテクノロジーを使って、まあご家庭でね、愛を育むこともできるんじゃないですかってことをお話したんですよ。で、いろんな方法をお伝えしたんですけども、最も効果があったとされる方法がこれなんですよ。というのはね、古いスマートフォンデバイスをもう完全に契約が終わった後に家に置いてあったはそうなんですよ。まあでも使えることは使えるじゃないですか。その中で動画のメッセージを入れるようにしたり、 LINE で動画のメッセージを送るようにしたらしいんですよ。例えばね、お子さんが起きて学校に行くときに、今日は学校で遠足だよねと、遠足の用意はこれこれこういうふうにしといたからねっていうふうに、朝起きたら動画でお母さんが3分とか5分行ってらっしゃいってメッセージを入れるようにしたということなんですよ。まあこれは毎日じゃなかったんですけども、でもほぼ毎日やるように頑張っていくっていうことでね、親子の意思疎通が結構できるようになったそうなんですよ。それから LINE ですよね。職場に着いたらこれから行ってくるからねみたいな感じで本当に数秒取っておくとかね、それから休憩時間にも、お疲れ様、今休憩時間なんでご飯食べてますみたいな感じで、その現場現場で自分の顔と姿、声とかね、あとはこう疲れている姿とかもたまに見れるそうですけどもね、自分のユニフォームが汚れていったりとか、それから時には職場の皆さんがちょろっと出てきたりとかしてね、そうやってリモートなんだけど一緒にいる感覚を動画で共有していったってことらしいんですよ。まあ、ここはですね、久保さんの動画ってのはライブじゃなくてもものすごく私の心に染み渡りますみたいなことを言ってくれたのがヒントになって、じゃあそれをお子さんに送ったらどうですかってことで、先ほどお話したような方法になったんですよね。まあそうすると、そのうちに子供がね、今日一日自分が感じたこととか、一日学校で会ったこととか、これからどういうふうにしたいかなとかね、明日はどういうふうに過ごすのかなっていうふうなことを入れてくれるようになったんですよ。まあ、つまりこういったデバイスを通じて親子とのコミュニケーションが逆に密になったんですよね。まあ、本当に短くたくさんのことを話したいから、要点だけをつまんでね、かいつまんで、上手に話すようになったらしいんですよ。私もそのメッセージ何点か見せてもらったんですけども、いや、これは本当に非常にレベルの高いものができてるなっていうふうにね、半年ぐらいずっと見させてもらって思ったんですよね。で、貧乏暇なしは変わらない。確かに時給を稼ぎに行かなくちゃいけないんでね、そこはもう変わらないんですよ。変わらないんですけども、今テクノロジーがありますので、そういったテクノロジーを使ってね、通常1日24時間なのを30時間とか40時間とか50時間分に使っている、まあ、そんな家庭の一例でございました。その他にもね、そのデバイスを使って、アフィリエイト収入を稼いだりとかね、ポイントサイトを使ったりとかね、そういうふうな形でどんどん稼ぎも広げていったんで、この副収入がそのご家庭の新しい収入源になってくれたのはありがたいなと思いますし、そういう環境で育った子供たちっていうのは、ある一定の年齢になったらね、自分でもそういったアフィリエイトとかできるような年齢になりますから、年齢制限が解放された時にもう十分稼げるような新しい新人類ですかね、昔の言葉で言ったら、そういうのが育つんじゃないかなと思いまして、私としてはね、その家庭が自分の家庭のように思いましたね。ということで本日は以上でございます。いってらっしゃい。